皆さんこんにちは。世界遺産から大自然、グルメまで魅力たっぷりの広島県。東京からは飛行機で約1時間半、新幹線で約4時間の距離に位置します。美味しいものの多い広島は、牡蠣、広島風お好み焼き、尾道ラーメンと食べたいものもたくさん。観光では厳島神社と原爆ドームという2つの世界遺産はマストで訪れたいところです。そんな広島の観光スポットをまとめてお届けします。早速チェックしていきましょう。1. 宮島、厳島神社。やっぱり一戦目はここ、広島で圧倒的な観光名所として誇る宮島。宮島内にある厳島神社はユネスコ世界遺産としても登録されています。また外国人観光客にも大人気で、日本の魅力が詰まっているところが人気のポイントです。広島観光スポットでは絶対に外せない場所ですね。8月に開催される宮島水中花火大会は、人生で一度は見る価値ありです。花火のまばゆい光と鳥居が作り出すシルエットの絵は、他では見られない絶景ですよ。 2. 尾道、千光寺。広島市内から電車で1時間ほどで行ける尾道。趣ある街で、どこか懐かしさを感じます。猫が隠れる小坂を登った先にある千光寺からは、瀬戸内海を一望することができます。あちらこちらからひょいっと現れる猫ちゃんを撮影するのも楽しみの一つ。可愛らしい姿に思わずうっとりしてしまいます。カメラを持っている方は尾道行くなら必須ですよ。 3. 平和記念公園、原爆ドーム。広島市の中心にある平和記念公園にある原爆ドーム、日本人なら一度は見ておかねばならない遺産です。迫力があり、荘厳な出立ちに圧倒されます。平和記念公園は左右対称に作られていることや、モニュメントの延長線上にちょうど原爆ドームが位置するように設計されていることが有名。子供の頃に修学旅行で来たという方も多いのでは。大人になった今行ってみると、新たな気づきがあるかもしれません。お子さん連れの方にもぜひおすすめしたい場所です。4. 帝釈峡、日本百景の一つである帝釈峡。三段峡とともに広島県を代表する景勝地として知られ、国内有数の峡谷でもあります。春の新緑から秋の紅葉まで素晴らしい見応えです。写真を見るだけで美味しい空気を吸い込めそうです。都会の喧騒から逃れたい人にとってぴったりの空間ですね。大自然を感じたい方におすすめの観光スポットです。5. 三段峡、広島インターチェンジから車で1時間ほど内陸へ走ったところにある三段峡。あまりガイドブックには載っていませんが、秘境感たっぷりの絶景スポットなんです。車のほかバスで行くことも可能です。実はこちらの秘境三段峡は、フランスの旅行専門誌ブルーガイドで三つ星を獲得しました。世界遺産の宮島や原爆ドームに続く獲得で、広島でリフレッシュしたい方に自信を持っておすすめできる観光スポットです。6. 灰ヶ峰、日本夜景100選にも選ばれている灰ヶ峰。遠くに見える島々と瀬戸内海へ広がる夜景が美しいと評判です。山と島と夜景の組み合わせは、東京では見られない景色ですよね。とってもロマンチックです。 7. 鞆の浦、江戸時代から続く漁港の町鞆の浦。今でもその名残があり、古い町並みと美味しい食事が待っています。港町ならではの開放感があり、いるだけで楽しい気持ちになります。あの人気ジブリ映画崖の上のポニョの舞台となったのは、この鞆の浦なんだそうです。歴史的な町並みと美味しい郷土料理で癒されてみてください。 8. 山田屋、もみじまんじゅうが人気の山田屋。広島の宮島に本店があります。飴がたっぷり入ったもみじまんじゅうはとても美味しく、やみつきになること間違いなしです。お土産としても最適ですね。 9. もみじ谷公園、もみじ谷公園という名前の通り、広島でも有数のもみじが非常に綺麗な公園です。そのため訪れるのであれば秋がベストな時期ですね。公園内には鹿も見かけることができます。なかなか鹿と一緒にもみじ狩りをする機会というのもないと思います。今までにない新しいもみじ狩りを経験してみては。10.
仏通寺。夏は新緑、秋は紅葉と季節によって見せてくれる顔が異なる仏通寺。来るたびには新たな発見があるかもしれません。例年の秋の紅葉の見頃時期は11月上旬から11月中旬です。11、三線。三線は広島でも大人気の観光地である宮島に位置している標高535メートルの山です。平清盛や伊藤博文など数多くの歴史上の人物が三線に訪れています。平成8年には厳島神社と合わせて世界遺産にも指定されました。今後もますます注目を浴びることでしょう。12、御嶽寺。広島市の北西の御嶽山の谷間に位置し、御嶽観音として親しまれている御嶽寺。境内には県の重要文化財の朱色の多宝塔があり、塔内には国の重要文化財である木造阿弥陀如来坐像も安置されていて見どころたっぷりです。秋はもみじも綺麗なんだとか。13、大久野島。広島市から車で約2時間、瀬戸内海に浮かぶ島、大久野島。この島は野生のウサギが生息していることから人気沸騰中の島なんです。なんと島に到着した瞬間から可愛いウサギが出迎えてくれるんだそう。可愛らしい動物たちがたくさんいて、海外からの観光客にも大変人気があります。14、宮島水族館。2011年にリニューアルオープンした宮島水族館。西日本有数の大きさを誇り、展示してある魚も充実しています。特に人気なのがアシカショーで、アシカがジャンプしたり輪をくぐったりするのがとってもキュートなんです。15、霧の海展望台。高谷山。秋から春にかけて美しい雲海を楽しむことができる高谷山の霧の海展望台。山の峰が顔を覗かせ、さながら瀬戸内海に浮かぶ島々のようです。運が良ければ珍しい夜の霧の海にお目にかかれるかもしれません。こんな幻想的な絶景が見られる場所はそうありませんよね。16、国営美北丘陵公園。とても広大でいろいろな用途がある国営美北丘陵公園。1年を通して季節の花が咲き誇りますが、特に春のポピーや秋のコスモス畑が綺麗で有名です。アスレチックやサイクリングコースもあり、家族でピクニックに来るのもおすすめのスポット。冬の間は壮大なイルミネーションが綺麗で大人気となります。17、吉水園。秋太田町にある庭園、吉水園。江戸時代半ばに建てられた山荘で、秋のもみじがとても美しい名所として知られています。また6月には水辺の樹上に産卵するモリアオガエルが有名で、多くの観光客でにぎわいます。吉水園は一般公開されているのが6月第1、第2の土日と11月の第2、第3の土日のみなので、その季節に行く方はぜひ見逃さずに行ってみてくださいね。いかがでしたか？広島県に来たらぜひ行ってほしいおすすめの観光スポットをご紹介しました。瀬戸内海に面した自然と遺産あふれる広島県は魅力がいっぱいです。本当に一度行ったら大好きになる県なので、次のお休みにぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。リトリップチャンネルでは最新の旅行お出かけ情報を毎日お届けしていますので、チャンネル登録とアプリのインストールよろしくお願いします。